まずはじめになぜ PR をしようと思われたのでしょうか。ちょっときっかけを教えていただけますか。まずですね、はい、まあ、うちも小売店ですので、はい、いろんなこの販売促進の活動をやってたんですね。広告宣伝とかね、新聞折り込みのチラシなんかですと、もう値引きをしなかったら絶対のお客様来ていただけませんの で、 ありとあらゆるこの値引きの反則をやり尽くして、それなりの集客はあったんですけれども、次に進むステップとしては、ね、何かこう楽しいイベントを企画してそれを取り上げていただいて、まあ、お客様にもそのメディアを見ていただいている方にも楽しんでいただけるということが、まあ、次のステップかなと思ってますので、まあ、チャレンジしたというか、まあ、実際にイベントをしてみてテレビに取り上げられるようになってから、お客さんの反応であったり社員さんの反応どういうふうに変わりましたか。お客様の反応はですね、はい、他のお肉屋さんでは絶対にやらないようなことをやってですね、集客してますので、ちょっとまあ普通のお肉屋さんとは違って、なんかこう可愛げがあったり、こう楽しかったりね、なんか優しかったりっていうようなイメージで、もっとこう温かく支持していただけるようになりましたね。まあ、1回目にシルバー割り合った時はものすごい反響で、お客様から手紙いただきましてね、それは高齢者の方からだったんですけど、まあ長年こう仲違いをしてた息子さんと、そのうちのイベントがきっかけで仲直りができたと。それはもう従業員一同ね、みんな感動しました。最初はこうご提案いただいて、それは面白いなというノリでやってみたんですけれども、結果的には我々の経営理念であるお肉とバーベキューを通じて皆さんに幸せになっていただくということが、まあ、計らずも実現できたということですね。本当に嬉しかったですし、やっぱりああいう形でメディアに出るということは、お客様からのこの支持もね、もっとよりこう深くなるといいますか、心が通い合うといいますか、今まではただ単に小売店とお客様というだけの関係だったのが、もっとなんか心と心でね、関われるようになったように感じます。社員の姿勢もですね、最初はまだ変なこと言い出したでっていう、勘弁してくれよって感じだったんですけど、まあ、だんだんメディアに取り上げられていって、お客様からも支持を集めるようになって、今度はどんな面白いことやるんですか、すごくこう食いついてくれるようになりました。それも嬉しい変化でしたね。まあ、現在月に1回打ち合わせにお伺いさせていただいてるんですけど、どういうふうに感じていただいて。いや、いつも楽しみでね。 ありがとうございます。やっぱり上谷さんのね、はい、もう久米ども尽きないアイデア、豪快でかつ繊細なね、独特のパーソナリティ、私も大ファンです。まあ、お話ししててもね、上田さんも経営者でもちろんいらっしゃいますし、まあ、いろんなご経験をね、お持ちで、すごく勉強になりますし、参考になりますし、学ばせていただくことも、もちろん PR 以外の面でも非常に勉強になりますし、毎月1回お目にかかるのは楽しみですね。ありがとうございます。実際に PR をしてみて良かったって思っていただけておりますでしょうか。もちろんです。まあ、我々は実業の世界で商売してますのでね、やっぱ数字っていうのはどこまでもついてくるわけですけど、そのラプレさんに、まあ、お願いするようになって、例えば去年は過去最高益になると思います。去年の8月なんかは、その前に選挙の割引 の、 企画でたくさんメディアに取り上げていただいた影響もあって、創業以来のもう空前の好業績になりました。ありがとうございます。それを受けて、まあ、年間ですね、最高益でおそらく着地すると思います。ありがとうございます。もうこれは本当にああしてメディアに出てなかったら、そこまで認知も広まらなかったでしょうし、そこまでの業績を取ることは難しかったと思うんですよ。まあ、好業績になったということで、社員のモチベーションもすごく高まってますし、私自身もすごくこう満足した1年でしたし、まあ、ぜひこれからもね、はい、お世話になってどんどんメディアに出てですね、ラプレさんも山村屋も共に発展していけたらと思います。ありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。